ピアノの話でございます。で、私の会社にですね、真空管アンプ工房というのがグループになりましてですね、その真空管の話ではないんですが、そちらにですね、150年前のドイツのアップライトピアノを置いてあるんですね。分解する調理室が来ますので、メンテナンスシーンを撮影したい。で、ついでにそのピアノの音もね、聞いていただきたいということです。素晴らしい音色、倍音の音がね、素晴らしいわけです。ペダルを踏んでいなくても少し軽くペダルを踏んだような色、音の広がりなんかっていうのね、確認していただきたい。そのメンテナンスする理由がですね、買いたいという方がね、遠方からお越し今日いただきまして、ピアノの先生とご主人なんですけどね、そのいう風景をね、少し撮れたなと思ってます。はい、とても楽しみです。150年前のピアノというとですね、ほとんど木材、そして鉄、そして革です。プラスチックがない時代ですからね、大変貴重なピアノです。なんというピアノかというと、リットミラーというですね、ほとんどの方が知らない、あのピアノ辞典、ピアノ大全という辞典があるんですけどもね、百科辞典が、そこにも載ってないというレア中のレアなピアノをこれから分解します。ちょうど今駐車場に来ましたので、車を止めさせていただくと、カメラも今日はですね、ソニーのカメラ、動画専用機とされている FX3 という G レンズ撮影してますと。下の部分の解説ですね。あんまり重いと響かないでしょうからね。だからマスがいいみたいですよ。エゾマスだと。それも松屋にヤニツボがないとこの直すことを考えてないピアノっていうか、調律師がやっぱり一番いいものを考えて仕組みを考えたんでしょうね。それで、それこそスタンウェイ社みたいに特許を取っちゃえば今に伝わってたのに、なるほど、それで終わっちゃったんですね、きっとね。なるほど、意外に良かったのに誰も継いでくれなかったみたいな。ここ一つにしてもこんな棒が今わざわざからくりをしてないですもん。そうか、削り出さなきゃ無理で。あ、というよりも普通の棒がここから飛び出てるだけなんですよ。で、ここを直接、そう、それをわざわざ、ないですよね、うん、この後ろ側も今ちょっと見せますけど、そこもこういう余計なことしてる。余計なことっていうか、なんでしてるんですかね。まっすぐ真上に上がるようにですよね、多分。回転運動じゃなくて。ああ、そっちの方がエネルギーが取れる。そう、そうおっしゃってた、エネルギー的には伸びすぎですもんね。もしかしたらタッチがそれで変わるかもしれないですね。そうですね、働きとね、向きっていうか働きっていうか、変な摩擦が、擦る摩擦が、うん、うん、そうですね、はい、途中回転運動されるとやっぱり気持ち悪いですもんね、多分ね、多分ここの下側をこう擦る感じになる、うんうん、グランドピアノに近いわけですね。あ、そうですね、グランドもそうですね。あ、だからグランドを手本とした最初はそうですから、アップライトは、あ、それをコンパクトにし、まあ、したのが、かかりすぎて会社潰れちゃった。まあそんな感じですよね。あの日本のメーカーでも
鍵盤がスライドして機械全部ずるっと動くのもあるんですよ。ああ、ありますね。ギクギク変な音がするから、うんうん、しますします、あんまり良くないんだけど、でもグランドのソフトペダルと一緒の仕組みをね、うん、ね、入手したんだけど、うん、ちょっとずらすことでソフトっぽく感じさせてるやつですよね。でも弦の数が1本減るんです。あ、そうかそうか、そう見ててそうだった、はい、だからグランドもそうかと僕昔思い込んでたら違いますよね、全く。あ、グランドが動きますよね、うん、グランドで、あ、これがね、うん、アップライトは全然もう遊びを作るだけです。うん、これを直接鍵盤を弾いた時にこれを押し上げるだけなんですよ。鍵盤の端っこがここを押すだけなんですよ。それを押すためにわざわざ鍵盤からこの部品を通してここにまで行ってるんですよ。これがないんです。そうです。なるほど。でそれによってもちろんストレートに力が伝わるんでしょうね、普通はロータリー式みたいになっちゃってると。スタンウェイのアップレートもこれついてますけどね、大まかにここで調節して、後からここの曲げ具合で直したり、微妙な木の狂いとかフェルトのへたりを調整できちゃうイメージかもしれない。でしょうね、うん、それだけこれも手間かけて、うん、このフェルトはもう相当なんかあれ古くなってますけど、そうですね、取り替える必要ないんですかね。うん、変えるのはそう、なんていうのかな、うん、個人がお客さんのうちでやる、うんうん、レベルがないね、はい、工房に持ち帰らないと。まさに公園だけなんですよね。部品屋さんだとかそういうのに付き合っている専門の人がやれば簡単にできるでしょう。あ、そうなんですか、はい、このハンマーも当時のままっていうことで取り替えないでいいんですかね。あんまり減ってなければ、弦の溝がついて先端が平らになっちゃうと、弦に接する面積増えるでしょ、はい、そうすると溝の中に埋まっちゃうんで、出た音を消しちゃう感じになるんですね。だから高い音ほど細い先端になりますよね、だから本当はどんどん削るといいんだけども、消耗が激しくなる、そうですね、なくなっちゃいますもんね。そうすると変えなきゃいけないんです、今そんなに摩耗してる状態ではない、ないです、古いけれどもすり減ってはない、はい、ってことはやっぱり日本に届いてからあんまり使ってなかったですね、放置されてたんですね、かわいそうに。いろんなところの部品見ても減ってないんで、革なんかがね。じゃあ見た目は古いけども消耗はしてないというやつですね。今のあの部品は石川側じゃなくて、革なんかも合成で、溶けてきてるか、綿のように。わかりますわかります。それを張り替えてくるの大変ですよ、部品も木じゃないから、天然素材だからこそ持っている。で天然なもんで剥がれるんです、きれいに。でプラスチックと今の素材だと接着剤で同化しちゃうんで、剥がした時にヤスリで削んないと。あ、そっかそっか。だから僕も薄くなったらその上に貼ってきちゃいますけどね、楽なんで。この時代は革だから二革かなんかですけど、そうですね、二革でも二革だとあの結構当たるのは、このピアノはその部品がないんだけども、こういうとこが取れてきちゃうんですよ、経年劣化で。意外と作業が面倒でしょ、湯煎しなきゃいけないから。そっかそっか、二皮溶かすのにね、はい、鍵盤ももともとは二皮なんです。あ、貼ってあるの、はい、造形の場合は、で今アセトンかなんかで合成したから塗って貼っちゃえるんです。最初はセルロイドでしたけどね。でも考えてみればそういう化学接着剤使ってないからこそまた長くメンテナンスできますよね。直せる、直しやすいっていう、直しやすいですよね、余計変なね接着剤のガリガリしたのがついてるのね、どうしようもないですもんね、あれね。これもあの鍵盤、はい、二回用、道具用の接着剤を使ってるんですよ、白くて木が透けないように、で透明の接着剤をつけると木が見えちゃうんですよ。あ、そうなんですか。で血が変な色になっちゃう。わざわざ寒冷車っていう粗いガーゼを裏に貼って、それで作ってるんですよ、乱反射させるために。あ、それぐらい薄いんですね、じゃあ光がやっぱりつけるぐらいですか。あ、造影だから。そうか、それ爪ですもんね。爪でねえや、あれだ、皮膚の皮膚だ。でこの辺が5、6枚したけど、こんだけ僕張り替えたのね、今聞いてびっくりして、こんなにやったのかと思って、もっと古いの使えばよかったんだけど、結構2、3台分持ってるんですよ、剥がしたの。まあ、これでも色合わせ着色できるんじゃないですか、とか、する必要はない、かえって面白いんじゃないって話もあったし、なるほどね、もう履歴としてね、まあ、好みの問題ですね。元の色これだけ残ってるわけですもんね、確かに、ね、そういう現場で気が散らない練習をするといいなるほど、緊張感に強い。そう、これ鉄骨の形はどうなんでしょう。日本のこういうメーカーのものと全然形違いますか。
あの、はい、でも全部鉄骨なんで、はいはいはい、フルフレームね。昔はここのとこが木だった時とか、うん、半分だけ、うん、でピアノ線も丈夫になったし、うん、フレームも丈夫になったからこれだけの張力が出せるようになった、うんうんうん、昔木だから、うん、でそれよりは後の時代だってことですね。そうですですね。だから 今は現存してるのかもしれない。80キロぐらいで一本引っ張ってますから、うんうんうん、でピアノ線も昔は日本で作れなくてスイスの会社からレスロー社っていうのかな、うん、今でもあるけど輸入してたみたいです。工房のピンも、どこだったかな、うん、クロンモリブデンっていうのを使っていて、あ、丈夫でないと、うん、僕は一度だけあるけどこれが折れちゃいました、うん、ピン硬すぎて、うん、なるほど、ひどいピアノはビューって調律やると戻っちゃうっていう、そんなひどい家庭 1,2 年でそういう緩んじゃん、はい、調律やらないで帰ってきましたけどだからこれは木に3分の2ぐらい打ち込んでるだけなんですよ、うん、ということは緩んだらもっと打ち込めばいいんですよね。一応は先端がほんのちょっと細いんですけど、うんうん、今まで広がってないところまで打ち込めば、うんうん、でも今度その板が割れちゃうんですよ。ダメなあ、板の場合はね、ひびが、うん、これ板ですけどね、うん、これも板なんですか。表面だけです。あ、金属は表面、はい、中は板になってる、はい、あ、だからフレキシブルに打てる。そうです、あの 5層ぐらい重ねて、裏側からちょっと見えないですけどね。なるほどね。そういうピアノも日本のピアノで買って本当2年ぐらいで調律できなくてビューン本当に戻っちゃうのが、日本のピアノくせに日本のピアノも50社ぐらい昔あったわけです、はいはいはい、すいません、できませんって書いてます、ね、そういうか、ちなみにそれはどこのメーカーだったんですか。やめてきます。やめたけど今もう世の中にないんで ないんですね、はい、50社は、じゃこれも微調整が、あ、でも微調整できるんですよね。あ、これはネジでクッションが入ってるから、うんうん、なるほど、ね、で一定の距離を保つための47ミリぐらい、あ、この管がね、そうです、うん、それによってスピードが、キーのスピードが決定、働きが、働き鍵盤が10ミリをしたときに、はい、ここが47ミリ。なるほど。動き、それ今のピアノと一緒ですか。一緒です。あ、じゃあブランドも一緒です。じゃあもうこの頃からその基本はできてたわけだ。で、ゆっくりやると当たるんですね。ここから先はこのハンマーの惰性で飛んでいくんで。もう響いてるよ。最後まで押すとここがくっついちゃうから。出た音を止めちゃうでしょ、うん、だから足場が欠けるんですこう、うん、ちょっとこうまだ調整不足で幅は広いですけど、うん、本当は3ミリぐらいなんですよ。まずこのピアノで音がちゃんと出るようにするまでが一生懸命なんで、うん、本当の細かい作業は、うん、まだまだ調整途中なんですね。まだまだそれでこの前の電話でそういう話になります。ありがとうございます。なんかこれだけ魔法感じっぽい感じがする、うん確かにね、あのマホガニって明るいですからね、うん、あ、本当だ、なんかここと違うな、うん、これウォークだと思うんですよ。そう、こっちが曲がっちゃ困るんで、曲がってカッ、うん、寸法が狂うと、うん、どんな素材を組み合わせる今のアップライトも同じ、ね、構造が違うんです。全然違うんですよ。要するに過剰に部品パーツが多い。過剰っていうか、理屈的にはいいんだ、いいんだろうけど。いや、今のから比べて、省略できるやつをしてる、する前の段階。あのグランドのアクションも何種類かあるんですよ。仕組みが。スタンウェイは 3A 専用 の、 あの道具がいるんですよ。ホンダみたいに。そのトンネルだけの道具が。なるほど。するとあれですね、営業的には儲かりますからね。そのそこじゃないとできないっていうと、うん、ソニーとかそういうのは得意なんです。本当ソニー高いから、うん。ソニー好きな人はもうすごい好きですよね。うん、僕ソニーあんまり好きじゃないけど、痛い目にオーディオだったら耳が当たってるから、オープンミルからまずダメです。ああ、そうですか。なんか彫刻もよく見えてるね、うん、よく絞ってますよね、この曲線めんどくさいはずなのにちゃんと、あ、そうですね、これは無垢でしょうね、うん、これ裏まで同じ一枚板なんですよ、裏もからはめ込んでるんです。この今ヘッドすると音楽なんですよね、うん、中国管楽っていうらしいけど、あ、
神谷さんもそうやって呼んでました。全然だから突き入った状態ではないんだけど、だそんだけの板が反らない板を使ってるってことですね。でもこの側面はなんか張ってるんだよな、ここかな、ここで剥がれちゃった、ここが浮いてきちゃってるんですよ。つまりここだけ薄いの張ってて、でもこれも多分だから断面を、今金属ですからね、安いから、クルフ塗っちゃえば分かんないです。なかなかね、その平面性が簡単に作れるんだ。そう、塗装するって磨けば、そうか、そうか、磨いても木目が出ないですね。でピアノ椅子もそうですよ、鉄足の椅子は安くて、機能は高い。なるほど、なるほど、どうでもいいですけど、その話じゃあ奥さんちょっと引いて、ちょっと手調整してるんで、そう、今、指が昨日、腱鞘炎で、引かない方がいいっていう、ドクターストップかって、これがひどくなるとブシャールになってしまう、ちょっとぐらい、ちょっと僕触っていいですか、はい、住んでるな、雑な音が入ってないですよね。そうですね、住んでる音ですね、まさにやつ、いやいや彼は、いや、そのブレンドやれば気持ちいいし、そういう調理室みたいですね。どうぞどうぞ、お願いします。全然あのなんか昔のピアノの音がするっていうお話聞いてたんで、もっともっとそういう音が出てくる。そうではない、フォルテピアノとかね、超ソフトペダル。だから遊びができるだけなんですよ。アップライトっていうのは。Thank you.
良すぎ、音がすごく良くなった。なんかいや、本当細くて綺麗な音ですよね、すごく繊細。Thank you.
Thank you.
出ないんだ。そう、これが出ないじゃん、引っ込んじゃったな。喋りたくなりますよね。おい音量が出てるって思うのは弾いてる本人のこの間近な部分なんで。でも小川さんすごく響いてます。いやいや、だから本当にこうピアノをこうもう自分のものにされてるな。いやいやいや、だからこれ小川さんが所有した方がいいんだよ。本当にそう思います。私僕はどっちか今日思ってた。いや本当にこれいい人に持ってもらわないと、ね、もったいないですね。そうですよね。この音がちょっと良さそうに欲しい。ペダル踏まないでこれだけ響いてる。いや、なんかそうなんで、ペダル意味ないって感じだよね。そう、これペダル意味ないですよ、うん、そう、うん、ペダルいい意味でも、ほら良くも悪くも、ずっと断拒ですよね。そう、良くも悪くもすごい。だからこそ楽器としての魅力があるの。うん、ペダル意味ない、確かにそうですよね。だからモーツァルトたちの時代ってこういうピアノだった可能性あるよね。だからベートーベンの月光が、あのご存知です、ベートーベンの今の月光の一楽章って、そんな、うん、そんな踏み替えないんですよ。だからあのソステヌートペダルって書いてある。さっき踏みました。あ、ソルディーノ、センザソルディーノって書いてある。これ最初ペダルなしでやってみました。さっき私使っちゃったんですけど、うん、だけどセンザソルディーノっていう意味が結局そういうことだったのかなっていうか、あの何もそれってね、センザソルディーノって意味、センザは年代だし、ソルディーノって小音だから、だから違う、あのみんな勘違いしてるのがソフトペダルなしで弾けって言ってるって思ってるんですけど、そうじゃなくて、あのダンパーペダルをなしでって言ってるんですよ。あれダンパーをなしなんですね、うん、だから多分こういう、そう、これってダンパーペダルなしでちゃんと弾くと、こっちね、こっち弾くと、そう、あのほら、なんかあのこれってペダル、あ、私弾いちゃってた。ちょっとだけなんか残響がこれあるおかげで、あのペダル効果がなんとなくあるでしょ。ペダルだったんだと思う。あ、こういうピアノ。だから、なんだっけ、